ヘーネスは、ドイツ出身の元サッカー選手。ポジションは FW。元ドイツ代表。同じく元ドイツ代表のウリヘーネスは実刑。サッカー指導者のセバスティアンヘーネスは息子にあたる。プロ選手としてのキャリアを始める以前に、VFB ウルムと SSV ウルム1846でアマチュア選手として、プレーをした。そして1975年に、 VFB シュトゥットガルトとプロ契約を結び、1979年からは、バイエルン・ミュンヘンへ移籍した。バイエルン時代には最も成功した時間を過ごし、5度の、ブンデスリーガと3度の DFB ポカール制覇に、貢献した。また強烈なヘディングシュートが持ち味で、1987年に、 現役を知りくまで、ブンデスリーガ通算258試合出場127得点を記録した。西ドイツ代表としては1979年から1986年の間に国際 A マッチ6試合出場4得点を記録し、1986年の FIFA フフワールドカップメキシコ大会にも出場し準優勝に貢献した。 また33歳と173日の年齢で、同大会の決勝戦にも出場した。現役引退後は、バイエルン・ミュンヘンの主要なスポンサーであった、コンピューターメーカーのコモドール社の広報担当を務めた。1990年からは、VFB ・シュトゥットガルトのゼネラルマネージャーに就任。1996年から2009年までは、 ヘルタ・ベルリンの副会長を務めていた。2010年より VFL ボルフスブルクのゼネラルマネージャーに就任した。ありがとうございます。